はい、オリエントパールの向かいの土地また工事出しました。こっちもね、あと道路挟んでのこっちも市場が移ってくるということで今大工事中です。しばらく来ていない方、こんな風に変わってますよ。はい、それじゃあ昼飯にね、民宿ホテル行きます。はい、ホワイトビーチ前のメインストリート、まあパタヤで行ったらビーチロードみたいな、そういうの小規模版ですけどね、この先を越え、まだまだ行ったとこに民宿ホテルがあります。ここまではね、OPR から10分ちょいでバイクで来れます。そこからまたさらに奥へ行きます。はい、ホワイトビーチ高台、明日から土日国慶節やからめちゃめちゃここ人来ると思います。はい、さらに進みます。こっちね、はい、ここがプエトガレラで一番いいホテルとされてるインフィニティですね。これが見えてきたらもうここの先行って陶芸のとこから下に降りてきます。すぐです、ここまですぐですね。20分かからないですね。はい、行ってみます。こっちです、これインフィニティね。なもうすぐにこれが見えてくるんで民宿で、そこからこれ下降ります。はい、ここからね、ここから行くともうそこ行って2つ目を右ですねいうので、そこからずっと入ってきて、あ、ここ前来たとこですね、民宿ホテルいうんで、はい、今日はここランチに来ました。行ってみましょう。ああ、もうすでに皆さん食べられてます。もう先輩もこっちも、はい、今先輩に聞きましたら、ママは日本帰ってるらしいです。ああ、残念、お会いできるか思いましたけど、まあ、あのいきなりのアポなしできましたからね。ママさんが日本いないというんで、まあせっかくなんで、でもあ、お酒も黒切りです。ちょっと厨房覗いてみましょうか。厨房がこんなんです。うわー、でかい厨房。はーい、おー、 You are cooking Japanese food? おー、 Unfortunately ママさん go back Japan な。で、 How the あのパパは、パパ also husbandJapanese husband also go back? Ah, okay, okay. まあ、next time I come. Okay, introduce me. はい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 、いうことで、厨房もこんな感じ。そう、そういや、この間聞きました。あの、長期滞在の人はここの厨房もレストランも貸してもらえるって聞きました。うわ、札幌ビールもありますね。レッドホースもあって、サンミゲールもあって。焼酎も赤切り、黒切りと、な感じで。ワインもあります。こんな日本酒もあります。2023年の。ああ、ほんまや、まだフルでありますね。先輩もつまんでるだけ、まだ。料理まだ。料理まだでしょ。海見に行こうかな。ちょっとこの料理待ちの間に海を見に行きたいんですけど、行きません。料理待ちの間に、この民宿ホテルのから行った向かいの海を見に行きたいと思います。はい、これで。これが民宿ホテル前の海ですね。インフィニティ、さっき先輩チラッと中を見に行ったらめちゃめちゃプールがすごかったと。オリンピックプール並みなんですか。言うんで、これですね。表から行ったらね、裏から行ったら入れたから。あ、ここから行ったんですか。裏から行ったら裏から行ったら入れて、めっちゃでかいプール、こんな感じです。民宿ホテルの向かいの、おー、いい感じですね。ああ、海はちょっと荒れてますね。ちょっとは。でもいい感じですね。ここを見ながら散歩もできます。こんなモーターボート持ってるぐらいやから、これもしかして民宿ホテルやったりして違うんですかね。まあ残念ながらもう、日本人のオーナーさんと、カルメンさんも日本、帰国中ということで今回はお会いできませんでしたけど、それがイタリアレストランですかね。あ、そのまだ向こうが、ああ、向こうはね、あのオキシデントな、ああ、はあ、はい、オキシデントな、はい、ここでね、こっちからもすごいのがそびえ立ってますけど、はい、じゃあ今日はね昼飯を食って
まあ、食った後あのスタッフの人にお願いして部屋、まあまあ、部屋をね今回来てるみんなのみんなにねお見せしたいなと思います。私の動画では前紹介してるんでねあれですけど、せっかくなんで見てもらいたいなと思います。はい、これ十分ですね。こんだけバイクで来たら、バイクで来たらこれだけレンタルバイクも借りて来てます。せっかくなんでスイムウェアのワンショットだけ波が高くて泳げなかったらしいです。はい、ビデオジャイジャイ、なんでジャイジャイを撮りたいの。今日はパジャマじゃありません。サンドイッチね。これサンドイッチ。わあ、なかなかの豪華な。何でしたっけ？エビ天。エビ天が3つ入ってます。はい、味どうですか？美味しい。うまい。うん、はい、うまいいうことで、はい、ちょっと。美味しいです、はい。ちゃんと切ったやつだよね。はい。はい、どうぞ。食レポ。はい、スープからどうぞ。どうですか？スープ。マサラ、美味しい。はい。美味しい。美味しい。ちょっと。おお、日本の味や。はい。はい、カレーライス来ました。味噌汁付きです。はい。はいはいはい。そしたら、もう味噌汁はそのまま味噌汁。ほんまにあのネギもたくさん入ってて美味しいです。はい、カレー。カレーね、ビーフカレー。ビーフもちゃんとありますね。まず普通に味や。うん、これはもう日本のカレーあのそのままですね。ありましたありました。こうやってツアーの紹介もねあります。こうやってマヤナンビーチ、滝を見るツアー、カラバオのツアー、あ、いろいろツアー、ここも行ったことある。インフィニティファームもね。ちなみに隣にあるインフィニティリゾートはこんな感じ。ここはなかなかですよ。多分5000ペソ以上や思うんですけど、ここのタリフレートは1万2000ペソ以上ですね。はい、このインフィニティの先にこの民宿ホテルがあります。民宿ホテルさんはこの間ご紹介の通りのこれね、後で部屋見せていただきますけどね、こんな感じの値段。前の動画ご覧ください。携帯電話はこれ、まあ Facebook でメッセンジャーで行く方がいいでしょうね。はい、前回も頼んだたこ焼きです。焼き鳥来ました。はい、前と一緒。うん、前の通り、うまい。やっぱの見た目でここのこのこういう屋根から何から、では 奥は行ってるという感じで、5階建てです。はい、らしいです。はい、ということでごちそうさんでした。リーズナブルなお値段でした。そしたら前回もご案内してもらいましたけど、ルームツアーちょっとね、今日はイタリーさんご一行いるんで見てみたいと思います。はい、行きましょう。ガイドはこのまずここ、まあ、前回も見せてもらいましたけどファミリールームね。はい、5人が一気に行けますと。はい、ビドとしたこのあれ、シャワーとビデ付きでが、まあ、こういう、またこれ前回見せてもらってないですね。冷蔵庫、ソファーがあってね、海がね見えるとこです。ここもねこんな感じで、はいはい、テラスもちゃんと、ここ2階からこの家ちょっと邪魔だけど、そうですね。こんな絵が描けるってすごいですよね。すごいですね。うん、ここ前見せてもらいましたね。はい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 、ここも広々としてめちゃめちゃいい部屋や。本当にここが4500ぐらいでしたかね前回。先輩とか、はいはい、3階はこんな感じ。あ、ここも前見せてもらいました。スイートルームですね確か。ディトスイートルームでば。うん。ある。この景色ですよ。このバルコニーがあって、広々としたバルコニー。何これ。洗濯物も干せます。はい。で、他のインフィニティがあるぐらいですから、やっぱロケーションは最高ですよね。うん、一緒ですね。これ秋。これは前撮ったかな。明るくていいねこの部屋ね。ここは綺麗ですね。最高でいいね。こっちも回るしね。
ヤシの木がまた、ああ、これもいい眺めだ。ビューがすごいですね、うん、これ前もありました。これ十分ここが絵になるやつ。これが一番安いんやけど、でもこれが3500や。朝飯付き、ちっちゃい、全然3500ですよ。これは英語オーナーさんが書かれてるはずです。ここにが広い。これインフィニティビューですね。あ、海も見えます。こっちこっち、ここはもうプライベート空間ですけど、素晴らしい眺めです。素晴らしい眺め、この景色も最高ですね。何か見えますか？怖い。あー、工事中でね。いや、いい眺めですわ。これめっちゃいい眺め、理想的な、この山と海とこのこの展望ですよ。ここがカラオケもできるバー、この展望、エレベーターがあると。ビューがすごいですよ。あ、本当にビューがすごい、ビューがすごい。この理想的なリタイアメントライフパート2ですけど、まあ、前回の動画でも撮ってますけどね、ほんとすごいですよ。こんな眺めの中で、これこんな眺めの中でずっとリタイアメントライフできるっていう方はなかなかいませんよね。おう、ね、今ちょうど日本に帰られてますけど、すごいな。これは天気いい時はすごいですよ。これまあ海荒れる時は大変やと思いますけど、これの時はいいですね。はい、ママさんが OK 言ったんで、このプライベート空間、どんなご自宅かいうのを取っていいっていうことなんで、こういうめちゃめちゃこれプライベート空間ですよ。人の住宅に留守中に忍び込んでるんと一緒ですからね。この間ね、ここでね、あの74歳の旦那さん、ソファー見てこれ日本のテレビ見られてたんですよ。ここでご挨拶してね、もうめちゃめちゃあの優しそうな仏さんのようなお顔でしたけど、こんな暮らし、うわ、これがまた描かれてる絵ですよ。すごいな。こんなん描けませんよ。描けないですよ、これ。あ、これここのホテルや。ほんまや、ほんまや。これここのホテルの絵や。いやいやいや、これ。ほんまや、ほんまや、ほんまや。今わかった。これね、こういうもん、こういうの、すごいな、キッチン。オーナーさん見ていい言うて、うん、あ、あ、本当にこっちからどっちだ、ボスの在庁にすみません、バスルームがすごすぎたんで撮らせていただきます。これですよ、これ、え、これプライベートの風呂じゃないでしょう。高級ホテルのスイートルームですよ、これ。しかもこんな 2つもあるし、めちゃめちゃすごいですね、これ。風呂だけでもお金払って入りに来たいぐらいですよ。え、ここも OK いただいたんですけど、寝室ですよ、これ。オーナーさん留守中に勝手に寝室入ってますけど、先輩、え、すごいな、テレビこんな曲がってるんですか。曲がったテレビ初めてですわ。このカバンも、うわ、ビトンとかシャネルとか、こんな、いや、これすごいな、これ。めちゃめちゃ広い寝室ですやん、これ。もう高級ホテルのスイートルームですよ、先輩。ここは泊まれません。ここはもう完全なるプライベート空間。すごいな、これ。こんな曲がったテレビあるんですか。知りませんでした。これはすごい、もうこれはもうほんまにお金持ち、はい、ほんまや、全部和の仕様になってると。そうそう、やっぱ建設関係だと思うんですよ。ああ、ね、やっぱああ、ホールインワン賞のなんかあれがあります。うん、ああ、ここもほんまや、こういう和の
仕様になってる。全員っすね。これが経験や。参りました。もう参りました。厨房からやるやつだと。あ、これね、レストランからここで運んできて、ほんで家で食べるとね、フードエレベーター。あー。上まで行くし、ほんでここでやって、ここで食べると。なるほど。うん。あの、ガラスがね。ガラスが違いますね。窓の。これ、フィリップ。紫外線カットになってる。あ、紫外線カットになってるし。これフィリピンでできるんかな、こんなんね。もしかしたら特別仕様の。いや、なかなかすごい、うん、でここに写真はあるんですけど、お見せできませんけど、クルーズに奥様と乗ってる写真ですね。もうクルーズが大好きやいうことで、もうあれですね、超お金持ちだということは分かりました。もう今回分かりました。もうこんな方がいらっしゃった。はい、ありがとう。サンキューベリーマッチのクーヤ、すごいなこれ。びっくりしたな。びっくりしたな。これのえ、わ、分かりましたね先輩。ここだけがすごいんじゃないし、きっとジャパンもすごいんですよ。日本もすごい家なんですよ。大統領艦隊から。日本もここがこれやから、日本はもっとすごいんや。建築系ですかね。こんな仕様がね。こんな仕様フィリピンないですやん。汚くないですよ。マラテの KTV でこんな高級仕様ないですよ。これすごいなこれ。で絵があちこちにある。これも全部オーナーさんの描いてる絵ですよ。何この絵、すごいな。部屋の名前もネーミングもいいですよね。奥ですね、はい、前5000万と言ったのが失礼しました。ほんまに5000万ではこのレベルはできませんと。はい、この絵でね、一回寄ります。失礼しました。本当すごいとこでした。はい、はい、ということで今回は、プライベート空間見せていただきました。すごいです。ここ皆さんぜひとも一回泊まりに来てください。レストランもいいですしね。はい、先輩これですごかったですね。またオーナーさんいるときに来ましょう。はい、はい、いうことでありがとうございました。日本から気をつけてお戻りください。はい、いつもの寄り道でフレッシュパイナップル、こういうのね、野菜もフレッシュ、安いです。こういうのが手軽に買えるのがいいですね。うわ、レモンとかこんなんもあります。トマトもある。ぶどうもある。リンゴ、レモン、フルーツを選んで、これが人気なんやね。これがね、バラテロからプエルトカレラの行くまでに道端あるんで、いつも買ってます。こんなんも試食もさせてもらえると思います。言えばこれだけ買って買ったの207、安い。